はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。前回ね、火山の噴火みたいなね、ムービーが見れまして、そのまま炎郷という町まで来ました。村か、これは。村だね。それで、火山が噴火するんじゃないかってことをね、ここの村長に言ったところ、祭りがあるまでおとなしくしてなさい的なことを言われてね、宿を用意してもらったんですけど、じゃあレベル上げしようということでね、ちょっとレベリング作業してたって感じですね。止まるのはいいけど、払っといてくれなかったんだ。これで多分イベント始まると思うけど。おはようございます。おや、なんでしょう。外が騒がしいですね。うん、まだ祭りの知らせは届いていませんし、何かあったんでしょうか。お、違います。炎は破壊する力じゃありませんよ。そんなことあるわけありません。お、なんでしょうね。炎の神がなんでそんな私たちを苦しめるような恐ろしいことをするのさ。私たちは炎の部族だよ。いくらパミナ様のお言葉でもこればっかりは信じられないよ。アフー、何みんな、何みんな、大声出してるの？まあ、なんだよ、とうとうボケちまったのかい、パミナばあさんは。朝っぱらから何事かと思えば、炎の山がドカンと行くだって、はっはっは。え、炎の山がドカンってまさか私たちの見た。そんな、もし本当に炎の山が爆発なんかしたらこの村はどうなっちゃうのよ。きっとみんな死んじゃうわ。そんなの嫌よ。私絶対に信じないわ。夏子の悪いことは信じないんだ。炎の山がそんなこと、まさか、ここの中そういえば言ってなかったよね。何もねんかい。皆の者、今一度聞いてくれ。わしは見たのじゃ。炎の山が、グレンの炎の柱を吹き上げ、村が大地が溶けた岩に飲み込まれる様を。日送りの儀が終わるとき、この地も終わりを迎えることとなってしまうのじゃ。炎祭りを行ってはならん。絶対にならん。む、今の入れは、皆の者、今の地震こそが。炎の神が怒っているんです。パミラ様がおかしなことを言うからだ。そうだ、今のはきっと、祭りの知らせなんだわ。ホムラ祭りの時は来たのよ。そうだそうだ、祭りをやめるなんてそれこそ炎の神が許してくれないぜ。えい、わからずやどもえ、わしの占いが信じられんというのか。 いえ。えい、お主らには聞いておらんわ。こればっかりはとても信じられないわ。そんなことあるわけないもの。そうだよ、その通りだよ。ぬぬ、想像しぞ、一体何をやっておるか。あのパミラ様が炎の山が爆発するって占いを、その、なんじゃと、そんなバカな。むむむむ、とりあえずは落ち着くのじゃ。村の者たちを、騒ぎを大きくするでない。旅の方も不安そうにしておる。パミラよ、その話はわしの家で聞くとしよう。気になるなら旅の方も家に来られるといいぞ。さあ、他の者は帰った帰った。ああ、バカらしい。帰ってもう一眠りするとすっかな。村人たちはある者は不安を胸に、ある者は不吉な占いなど全く気にせず様子で、いつも通りの生活に戻っていった。あの占い師、ただ者じゃないわね。さあ、アルス、もう一度長老に火山のことを話してみようぜ。知る人ぞ知る。上の部屋で長老様とパメラ様が大声で何か言い争いをしてるんです。一体何があったというのでしょう。おろおろ。パミラが不吉な予言をしたらしいな。あいつの予言は結構当たる。村人たちは怯えなければいいんだけど。結構当たる。結構ってことは完全じゃないんだね。なぜあんなことを皆の前で言ったんじゃ。今朝、神のお告げがあった。それを民に伝えるのが予言師たるわしの役目じゃ。予言師、お主は、不寿司ではなかったのかな。まあ、どちらでもよいわ。いきなり、あんな不吉な予言を、聞かされては、村の者も、未来は予言の中にある。今はその不幸な未来をどう変えるか考える時じゃ。しかし、炎祭りがまさに行えようというこの時に、祭りを取り行ってはならぬ。祭りを取りやめにすることが未来を変える初めの一歩じゃ。祭りをやめることはできん。それこそ村の民が炎の神の恐れ、怒りを恐れ、怯えてしまうぞ。祭りは今夜行うとする。先ほどの揺れはまさに祭りの時が来たという知らせじゃ。そうじゃ、祭りじゃ。良い祭りを行えば炎の神はわしらをお許しになるはずじゃ。
村の者たちよ、ホムラ祭りの時は来た。今夜じゃ、今夜ホムラ祭りを盛大に行うものとしようぞ。時間差で聞こえんだな。バカめが早まりおって。お主らはそうか、旅の者じゃな。ならばさっさとこの村を。いや、見える。お主らならできるやもしれぬ。お主ら後でわしらのと、わしのところへ来てくれのか。よろず屋の奥じゃ。頼む、この村を救ってくれ。占いは信じないけど、あの占い師のおばあさんは私信じてもいいかな。俺たちの見たあれはどうやら本当にこれから起こることなのかもしれないな。すまんの、旅の方。パミラの占いのことは気にせんといてくれ。そうそう、例の祭りは早速今夜行うことになったからの。お主たちにもぜひ参加してもらいたいからの。ゆっくりしていってはどうじゃ。お主たちも何か思うところがありそうじゃが、なーに心配はいらんて。もし本当に炎の神がお怒りになったとしても、祭りによってはそれは収まる。何も心配することはありゃせんのじゃて、どこにそんな根拠あるんだろうね。まったくパミラのやつも預言師などをやめて、薬師だよ。専念すればよいもの。そう言われたってね、まあどっちも根拠あんのかって話になるけどね、見てるからね、こっちはね。目で見たものはね、やっぱり自分もこの村人と同じで何も分かんない状態だったら、二人とも何言ってんだろうと思うけどね。パミラはもう何言ってんだろうと思うけど、村長も何を根拠に静まるって言ってんだろうとかね。そもそも静まる静まらないの話じゃないんじゃないって思っちゃうけど、自分はね。私はパミラ様の最も優秀な弟子エルマです。あなた方がパミラ様の言ってた旅の人でしょ。これからもよろしくね。優秀って言ってる？おう、来てくれたか、旅の者たちよ。まず名前を聞いておこうか。ああ、わしの名はもうしておるじゃろうから、よいな。あいつは自分の名を告げた。俺はキーファグランだ。私はマリベルよ。よろしくね、おばあ様。ふむふ、では早速じゃが、あるしよ。お主はわしの予言を信じるか？はい。いや、お主らが信じようと信じまいと予言は現実のものとなる。しかし予言は未来を告げるもの。そして未来は変えることができる。お主らにはこの村の未来を変えてほしいのじゃ。その力がお主らにはある。どうぞやってくれぬか。お主らにしか頼めぬことなんじゃよ。はい。ふむ、わしも炎の神がその意志で炎の山を爆発させるとは思えぬ。何かが炎の山で起こっているとわしは睨んでおるのじゃが、炎の山へは祭りの時を除いてわしや長老でさえ立ち入りを許されておらぬ。まずは祭りの時を待たねばならんじゃろうな。祭りは今夜行われる。それまでは宿で休み、英気を養っておくがよいじゃろう。今なら宿屋も祭りの前で浮かれておるから、きっとタダにしてもらえるじゃろう。マジか、さっき止まったぜ。ならここでまたレベリングしといた方がいいんかもしれないけどね。嫌な予感のことはもう忘れることにしたわ。今はお祭りの支度で大忙しなの。水を汲んで、それから。じゃあ宿行こうか。いや、お客さん、祭りの時間まで一休みして行かれたらどうですか？今から休むとちょうどいい感じで祭りの時間に起こしてあげられますよ。祭りの前だから特別だ。思い切って今夜はタダで泊めてあげますよ。はい、まあ休もうか。まあ薬草はいっぱい持ってな。行かないとね。さあ、いよいよやってきましたよ、祭りの時が。お客さん、すいませんけど今日はもうお泊めできませんからね。ああ、今年もなんとか祭りに間に合ってよかった。どんなに遠くに行商に出ていても、この祭りの日だけは絶対に帰ってきますよ。この村で生まれた者の勘でね、なんとなくわかるんですよ、祭りが始まるなって日が。すげえな。どうも、宿屋の主人です。ああ、あなた方はお客さんじゃないですか。もしかして宿に泊まりたい？わあ、ダメですよ。今日は夜通し飲むんです。はい、今日この日のためにいいものをたくさん仕入れてきました。さあ、ぜひ買っていってください。道具屋です。道具屋です。欲しいけど、カーンドレスも。ああ、これ欲しいね。お金ないね。鱗の盾。鱗の盾買えんな。キーファに一応買っとこうか。よし。戦いに明け暮れた日の夜は、この一杯の酒が荒れた心を潤してくれる。ウィープハー。もうキーファーしばらくいいな、装備品は。そうなのよ、パミラ様は今度は旅の連中にこの村を助けてくれとか言っちゃって、そんなの頼まなくても、パミラ様にはこんな優秀な弟子がいるのにさ。旅の連中にね、どうでもいいけど祭りの邪魔だけはしないでほしいよな。
わーい、祭りだ祭りだ、ホムラ祭りだ、燃えろ燃えろ。待ってよバカ、私の話聞いてよ。もう今夜はいい夜だね。絶好の祭り日和というところかね。祭りってのはいくつになっても楽しくてしょうがないよ。この楽しい時が永遠に続くといいのにな。ああ、祭りはええの。うまいもん食えて、ええ酒飲めて、みんな笑って、それで隣に若いギャルでも座っとったら言うことなしなんじゃがの。僕もあんな風にお嫁さんもらって、この村で死ぬまで暮らすのかな。それはそれで幸せなのかもしれないな。母さんも安心するだろうし。でもそれじゃつまらないよな。バカね、そう簡単にお嫁さんがもらえると思ってんのかしら。はい、ダーリン、お料理お皿に取ってきたわ。私も村の女の人たちと一緒にたくさんお料理を作ったのよ。ほら、あーして、あーん、はい、あーんって横から出てきたらびっくりするよね。あー、なるほど、テーブルの端っこにあった謎の黒い物体はお前の。なんだか嫌な予感がしたから手をつけなかったのに、結局俺が食う羽目になるのか。愛されてんね。じゃあセーブしとこうか。今回はどんぐらいになるかな。結構行けるとこまで行きたいんですけどね。おお、お主たちか。どうじゃ、我が村の炎祭りは楽しんでもらえとるかな。はい、それはよかった。じゃが祭りの本番はまだまだこれからじゃ。日送りの儀が始まるまでゆっくり食べて飲んで楽しめてよいぞ。うんしょうんしょ。あ、私ですか。私のことはお構いなく。今村の人全員分の松明を用意しているところです。日送りの儀で使いますからね。私、長老さんに雇われて踊りに来たんだけど、村の真ん中の一番目立つとこの子供さんたちに取られちゃって、せっかく情熱的なファイヤーダンスを見せようと張り切ってきたのにさ。ファイヤーダンス。私だって少しぐらい踊れるんですからね。でももったいないからあんたたちには見せてあげないもんねーだ。ファイヤーダンスか。いいね。ぜひ踊ってほしいな。いやね、キーファったら鼻の下伸びてるわよ。いいじゃないか、たまには色気も欲しいよな。ナールス、うん、それどういう意味。早く日送りの儀は始まらねえかな。そしたら俺が一番にこの火を持って炎の山に登ってやるのさ。ここは炎郷の村だよ。炎祭りはまさに今始まったばかりだ。まあ大体話したかな。この料理は全部私から村の女がこさえたのさ。今回は祭りが急に決まって本当に大変だったんだから。でもおかげでみんなのあの嫌な予言も忘れられたからよかったのかもね。まあそうだけどね。うむ、のしらか。いよいよ炎祭りが始まってしまったな。そして祭りの最後、日送りの儀が行われるとき、炎の山への道が開く。その時こそお主らの力を借りる時じゃ。心してかかってくれ。まあそれまでは祭りを楽しんでおくのも良いじゃろう。羽目を外さんと程度にな。まあそうだけど。あ、みんな炎持ってるね。おっとっと、危ない。落としたら大切な火が消えちゃいますからね。炎が消えちゃいますからね。そんなことしたらまたファミラ様に怒られちゃう。なんだ、まだこんなに料理が残ってるじゃないですか。もったいない。あくもくもく。うん、うまい。故郷の料理はやっぱりいいな。ほっほほ、どうじゃ、足のこの炎は他のもんより大きいじゃろ。はい。ほっほ、そうじゃろ、そうじゃろ。わしは炎の神様に一番大きいのをお返しするんじゃ。村長は、いた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 。なんじゃなんじゃ、お主たち、まだ松明を手にしておらんではないか。おい、この方たちにも松明をお渡ししなさい。あ、はい、ただいま。これで村の者たちみんなに炎が行き渡ったかな。はい、村を離れられない者を除いて全員に渡したはずです。よろしい、ではそろそろ日送りの儀を始めるとしようかの。お主たちにもぜひ参加してもらいたいからの。よいや言うかな。はい、うむ、ではみんなにも知らせよ。はい、さあみんなの者、日送りの儀を始めようぞ。おう、我ら炎郷の民が崇めし炎の神、我が民を守りし、聖なる炎をお返しする時が参りたもう。我ら炎郷の民、この炎を持ちて汝炎の神住みたる炎の山へ向かわん。
願わくば新たな炎の守りを我らに授けんこと。メラギララフレムフレアメラギララフレムフレア。よし、皆の者、炎の山へ向けて出発じゃ。熱らごう。メラギララフレムフレア。エンカウントしないんだね。あ、するんか。ちょっと節約。アルスが多分レベル上がると思うんですけどね。これ無知だったらちょっといいんだけどね。なんで見せてあるの？あ、レベル上がった。やっぱあと1回ぐらいだったか。これ回復するの？前回しないよね。3117だよね。ですよね。もう完全なんかな。おう、なんでい、あんたらずいぶん遅かったじゃねえか。魔物でも会っちまったのか。はい。そいつはおかしいな。その守り火を持ってりゃ魔物も寄ってこねえんだがな。あんたらよっぽど魔物に好かれる顔してんのかな。あはは、本当にあったからな。おかしいな、俺たちだけ魔物に襲われたってのか。なるほどね、アルスたちのせいで魔物に襲われるのね。納得。わはは、ついに日送りの儀が始まったぞ。もちろん旅人だろうがなんだろうが通ってよし。あ、でもな、一応みんな並んでるんだ。割り込みとかはちょっと勘弁してくれ。まあ割り込みされたくらいで怒るような奴は援護の村にはいないけどな。じゃあ私たち一番に割り込ませてもらいましょうよ。なんで私が一番後ろなのよ。私がよそ者だから。そうやって差別よ、差別。失礼しちゃうわ。ずえ。一番乗りはやっぱりこの俺だったぜ。こいつだけは譲れねえな。みんなのもの、待たせたな。いよいよ、これより日送りの儀と取り行う。よ、待ってました。一番はこの俺だぜ。これこれ慌てるでない。これは炎の神に新たな守り火をいただくための大切な儀式。もっと厳かにしめやかに取り行わねばならんぜぞ。おや？おう、そこにおられるのは旅の方たちじゃな。さあさあ、こちらへこちらへ。一番乗りは俺だぜ。ずるいじゃねえか。まあ、良いじゃないか。せっかくはるばる来てくれた旅の方たちなんじゃぞ。ちえ。さあ、こちらへ。お、特別扱い。ここが炎の山の火口じゃよ。この火口にお主たちの持っとる松明をこうやって投げ入れるんじゃ。これで長い間わしらを守ってくれた炎は神のもとへ帰っていったというわけじゃ。さあ、お主たちもその炎を神のもとへ返してやってくれまいか。はい。うむ、では一人ずつ頼むぞ。はい。火山に火をくべるってのも変な話だよな、それ。うわあ、ここから落ちたらどうなるのかしら。はい。うむ、それでは今度は村の者たちの番じゃの。お主たちは先に村へ帰っても構わんぞ。ご苦労じゃったな。そうは言われて問屋がおろすかってね。おや、向こうにいるのはパミラさんじゃないかな。火山に炎を投げ入れるってなんか変な気分よね。わわ、びっくりした。急に声かけないでください。起こしたらどうするんですか。パミラ様ったら私にこんな危ないところを見張ってろなんてひどい。あ、いけない。パミラ様目の前にいるのに愚痴ちゃった。こっから起こしたらそれは無事なわけないでしょうね。ふふふ、怖えな。お主らか、遅かったな。とうとう日送りの儀が始まってしまっておった。もう一刻の猶予もない。お主らは急いでこの炎の山の奥へ向かうのじゃ。そこできっと何か異変が起こっておるに違いないのじゃが、
炎の山の国は恐ろしい魔物たちが住むといい。危なくなったらここへ戻れ。傷はわしの薬であらかた治せるじゃろう。神官の真似事もできるしな。む。ちなみにこれ全員炎をね投げ終わると噴火してねしまいますんで、ただし時間がないことを忘れてはいかんぞ。できるだけ急ぐのじゃ。セーブできんのかこれね。あ、セーブはできない。新刊の真似事って言ってよね。だからここ戻ればね、まあこういうことができると。今回ここで終わろうか。まあ今回ここなんだけど、引き続き炎の山をこう調べてくれ。良いからスクレグも時間がないことを忘れるでないぞ。ちなみに今セーブしたじゃないですか。だから宝とか取りに行ってもいいけど、こうやってさ出たり入ったりしてるとさ時間流れんですよ。確かまだかな、流れるよ。奥行かないとダメかな。あ、でも、あ、そんなでもないのか。あ、やっぱ流れるよね。バッドエンド的なものを見ときます、とりあえず。だからまあ、何手かでいかなくちゃないってことだよね。4回。あ、やはり。ね、こういう感じでね。次回攻略しようか。宝とかもあるし、敵もいるからね、結構時間かかると思いますんで、今回ね、バッドエンド見てね。あ、まだだ。あの女の人最後だよね。今、あれから10人ぐらいこうやってね、渡ったんですけどね。ちょっとカットしましたけど。ここか、これで終わりだ。え、なんで今男の人だったの最後。どうしたんですかお客さん、何かうなされていたようですが。まあ嫌な夢だろうと何だろうとすぐに忘れちゃいますよ。なんて言ったって今日は待ちに待った祭りの時。お客さんすいませんけど今日はもうお止めできませんからね。ということで夢落ちになってしまうっていうね。なんか気分が悪いわ。変な夢でも見たんかしら。何も覚えてないけど。まあよく寝たな。うん、どうしたんだ、あれ変な顔してさね。まあこういう感じでまたできるっていうね。はい、ということで次回は炎のね山ね攻略しましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。